中京競馬場、これから後半戦第7競争を迎えます。3歳未勝利戦、芝コース 1600m 混合戦です。16頭スタートして周回コース2コーナーを目指します。その2コーナーから引き込まれたシュート一番奥、マイルのスタート地点、芝ダートともに良のコンディションで中京競馬場この後後半戦を迎えます。さあ第7競争のゲートインが順調に進んでいます。ウィン・フランシーズが今収まります。待っていました16番ゲート、ティータイム。ティータイムがこれから収まって16頭のゲートインが今終わります。係が離れます。体制完了、スタートしました。応募揃っています。さあ先行争い、間からユージェニー伺います。内から4番のウィン・フランシーズを前に、3番手の位置に1番のソパーズレーンがつけまして、周回コース2コーナーです。ソパーズレーンが現在3番手、そしてその後4番手の位置にストーンヘンジ、あとは下がりました3番の大勢フェリークつけていますが、外からスッとポジションが開ける12番のデュメイカズマが行っています。間からはデルマモナーク、内からゼッケン2番のムーンダイヤモンド、さらにその外身には11番のバトルハーデンがつけて、外からポジションが開けるダンスクリスタルです。その後方にかけましては、さあ名将小島に名将タクボクがいます。さらに外からポジションが開ける16番のティータイム、その後方から内10番のゼロラインです。さらに外からはギャランが追走しています。さらにその直後には13番のジャンマギア穴がつけて最後方、各馬これから3コーナーを迎えようかというところです。先行争いからユージェニーが逃げています。2馬身のリード、2番手4番のウィン・フランシーズ、2番手からの競馬、3番手の位置12番のデュメイカズマがつけています。さらに内からは1番のソパーズレーン、3番の大勢フェリーク、外目からはさあダンツクリスタルがポジションを開けてじわりじわりと前に接近する構え。その直後、内からはゼッケン7番のストーンヘンジがつけている。さあ第4コーナーカーブ、4コーナーカーブからまもなく直線に向かいます。中段の外目にバトルハーデンだ。さあ第4コーナーから直線に向かってこれから坂を駆け上がります。ここで一気に先頭変わった4番のウィン・フランシーズが先頭と変わった。ウィン・フランシーズが先頭と変わった。外をつきましてはデュメイ・カズマ、デュメイ・カズマ、さらに外からは15番のダンツ・クリスタル、残り200を通過した。さあ坂を上がりきった。今度は間をついた大勢フェリーク、さあ大勢フェリーク先頭か。大外をついては11番のバトルハーデン、大勢フェリーク、バトルハーデン、大勢フェリーク、バトルハーデン、大勢フェリーク、ゴリ。最後は2頭並んでいます。変わったかバトルハーデン、打ち粘ったか大勢フェリーク。この2頭接戦ですが、外わずかに11番のバトルハーデンがうちの大勢フェリークを捉えたかどうかというところです。そしてその内々には先に抜け出した4番のウィン・フランシーズ、ゴール前は内外離れての攻防。最後変わったかバトルハーデン、打ち粘ったか3番の大勢フェリーク、若干バトルハーデンが捉えたようにも見えますがどうでしょう。勝ちタイムですが1分34秒8です。上がり 800m は48秒2、600m は36秒4です。さあ最後の瞬間、場内のビジョンに映し出されます。並んで変わってぐっと首が前に出たところ、11番のバトルハーデン、坂井隆盛、ドラメンテ3区、最後は変わっています。そして2着に3番の大勢フェリークです。そして先に抜け出した4番のウィン・フランシーズが3番手の入線となっております。その後に15番のダンツ・クリスタル、あるいは6番の名将・卓木以下続いています。中京競馬第7競争、勝ちタイムが1分34秒8です。上がり 800m は48秒2、600m は36秒4です。中段で溜めて運んだ11番のバトルハーデン、最後は切れました。1着11番のバトルハーデン、2着3番大勢フェリーク、4着3着4番ウィン。最後外から差し切ったのは人気に応えてバトルハーデン。兄弟にラブズオンリーユー、リアルスティールなどがいる両決馬ということですけれどもね、3戦目での初勝利となったようです。11番、3番、4番、1番人気、2番人気、4番人気の順です。単勝11番 2.9 倍、枠連26、2.4 倍、馬連3番11番 5.9 倍、馬単11番3番 11.0 倍、3連複3番4番11番 17.3 倍、3連単11番3番4番 77.1 倍です。確定までお待ちください。